はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は最強コインランキングやっていきたいと思います。この最強っていうのは、強い、そして便利ということで、ランキングをつけさせていただきました。トップ5を発表していきたいと思います。それでは、早速、やっていきましょう。それでは最強コインランキング第5位からいきたいと思います。第5位はこれ、連携早いですね。これはすごく便利だということで第5位に入れております。これを4つ入れることで、探索スキルを再使用時間なしで使うことができるので、ものすごく便利です。うん、もう探索にはこれがないと始まりませんね。この連携早いを持ってるコインが、カンダタ古文、そしてタンザーナイト、ストームライガー、あと、オイリーハンドなどですね。まあ、他にもあると思うんですけども、だいたいこれぐらいのコインが、連携早いを持ってます。で、集めるのがね、ちょっとめんどくさいんだけども、一番集めやすいのは、カンダタ古文かな。カンダタ古文は、お宝を持ってて、カンダタ弾を出していくと、古文が2体出てきます。なので、結構な確率で入手することができますので、カンダタ古文で連携早いをゲットしてみてはいかがでしょうか。第5位は、連携早いコインですね。それでは、最強コインランキング第4位に行きましょう。第4位は、二つありますね。この二つが、まあ、セットだと考えてください。うん。これはセットだね。まず一つ目。会心出やすいコイン。会心が出やすくなるやつです。そして二つ目が、会心強化ですね。まあ、会心で攻撃をして、さらにそれで強化されるということで、このセット、かなり強いですね。会心出やすいコインは、メタルハンター、そしてキラーアーマーにバルデバランなどが持ってます。そして会心強化はエリミネーター、そしてギガンテスやナイトファイラスが持ってますね。で、会心出やすいコインですけども、集めるのであればキラーアーマーが簡単かなと思います。第5位のカンダタコインと同じく、キラーアーマーはライバル団で出てきます。ギンギラー団が確かキラーアーマーが出てきたかな。なので集めやすくはあると思います。まあ迷宮に潜ってバルデバランをね全部集めるっていうのもいいんだよね。バルデバランがやっぱり会心出やすいでは一番強いと思うんだけども、まあお手軽さから言うとキラーアーマーが入手しやすいと思います。そして、会心強化ですね。会心強化もナイトファイラスが本当はいい。あれが最高なんだけども、超レアです。激レア。なので、お手軽に集めたいのであれば、ギガンテスだね。ギガンテスも同じく、ライバル団で出てきますので、暁団か。なので、ギガンテスは集めやすいと思います。はい。第4位は、2つありまして、会心出やすい、そして会心強化。ですね。おすすめはキラーアーマーとギガンテスです。集めてみてください。それでは続いて第3位に行きましょう。最強コインランキング第3位はこれ、経験値アップコインですね。これはものすごく便利です。やっぱりね、仲間にしたとしても最初レベル低かったりするのよ。だからレベルは絶対に上げなきゃいけない。その時に、この経験値アップがあると、もう時間がね、全然違う。レベル1からレベル99まで、これを9個装備していることによって、15分で終わります。レベル上げが15分で終了するんですよ。これはね、持っておいた方がいい。ただし、入手がものすごい困難です。この経験値アップコインは、メタルスライムコイン、そして、メタルハンドのコイン、この2つだけだと思うんだよね。この2つの入手方法が、迷宮でメタル系を倒す、もしくは、迷宮の宝箱でゲットか、お宝の迷宮の報酬でゲット、それぐらいしかね入手方法がないのよ。
俺9個一応持ってるんですけども、集めるのものすごい時間かかりました。うん。でもこれはね、集めて本当に良かったと思う。普通だったら1時間半とか、レベル上げかかっちゃうんだけども、それが15分よ。それぐらいで終わりますので、まあ見つけたら必ずゲットした方がいいです。はい。第3位は経験値アップコインです。続いて最強コインランキング第2位に行きます。第2位はこれ。自動 MP 回復ですね。持ってるやつはメタルキングコインです。これもね、入手が難しい。第3位の、メタル系と同じく入手方法は一緒。迷宮でメタキンを倒す、もしくは迷宮の宝箱や迷宮のクリア報酬などでしか入手することができません。これね、レベル上げをしながらさ、メタキンいっぱい倒すでしょ。あれで出ればいいんだけども、あれじゃ出ないんだよね。うん、出るのかもしれないけども、これ300体ぐらい倒して1回も出てないから、おそらく出ない。うん、これは入手がね、難しいですね。で、これ、5% 自動で MP が回復するんですよ。一つつけておくと、MP 効率が良くなったなーっていう感じになるんですよね。でも、2つつけてください。自動 MP 回復を2つ。10% 回復にすると、MP なくなりません。もうこれをつけてると、本当になくならないのよね。アタッカーって結構 MP 低いやつ多いじゃないですか。特にサタンジェネラル系とか。あの辺は、すぐ MP 枯渇するんだけども、これを2つ装備してると、なくなりません。なので、メタキンコインは、2つ、持っておいてください。まあ、この2つ出すっていうのもね、なかなか難しいんですけども、まあ、出れば超ラッキーです。ゲットしてください。第2位は、メタキンコインの自動 MP 回復です。それでは最強コインランキング第1位に行きましょう。第1位はこれ。連続攻撃ですね。連続攻撃を持ってるのはナイトファイラス、そしてギンギーラ、この2体になりますね。この連続攻撃ですけども、与えたダメージの 25% のダメージを追加で与えるということですね。一つ二つ入れるぐらいじゃそんなに効果はないかもしれないんだけども、これを9個入れると多分すごい。うん、俺まだ4つしか持ってないのよ。4つしか持ってないんだけども、4つでも効果抜群だからね。9個入れれば本当にやばいダメージ与えれると思います。で、できればナイトファイラスがいいのよ。ナイトファイラスは、器用さアップが2つついて、会心強化と連続攻撃になってます。なので、会心強化が9個ついて、おそらく一撃でね、3000ぐらいいくんじゃない？会心で。で、3000与えて、それの 25%、750か。それを9回。とんでもないよ。うん。すごいダメージなんだけども、まあ、入手が困難なこと。うん、多分、メタキンとかそれよりも、入手は難しいんじゃない？入手方法は、もう迷宮の宝箱か、お宝の迷宮のクリア報酬だけでしか出ないんだよね。うん。まあ、ギンギーラは、レジェンドアイテムを全部入手すると1枚もらえるよね、確かね。うん。あれなんだけども、できればこのナイトファイラスがいいんで、入手がね、難しい。これ、ナイトファイラスを倒して出ればいいんだけどね、出た試しがない。もうちょっと出るように、運営さんなんとかしてほしいですね。はい。ということで、第1位はこれ。連続攻撃。特にナイトファイラスです。はい。ということで、今日は最強コインランキングやっていきました。強いコイン、そして便利なコインを、トップ5発表しましたね。こんな感じです。はい。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。